ペンパイナップル、あ、違うわ。何でしたっけ、ペン、あ、ペンパイナップル、アポペン。ペンパイナップル、アポペン。で、こんなんですよね。ペンパイナップル。ちょっと違いますね。ペンパイナップル。ペンパイナップル、アポペン。そんなことやってますけども、はい、前回に引き続き、ドラムサウンドの次スネアですかね。こんなやり方しないですけどね、毎回言ってますけども。で、あんななんかブツブツ喋れながらミックスするやつ怖いでしょ、なんか。いやいや、キモくないですか。見てる方がいらっしゃるのでね、黙ってやられる方が怖いですよ。あ、逆にね、見てる意味も分かんないですもんね。そうですね。まあまあ、そんな感じでとりあえずスネアに行こうと思いますけど、さあどうなるでしょうね。だいぶ先は長いですね、これ。行きましょう。ほな、スネア行きますね。まずは鳥を問う。一旦ローを切りましょう。パシャッとね、パシャッと。まだ100は行き過ぎか。93ぐらいで上も下も切っちゃいます。上も下っていうのはスネアのトップとボトムね。はい、へい、コンプか。コンプいっちゃいましょうか。へい、もうちょっとキックと一緒やな。いっぺんキックのやつそのまま持ってきたろうかな。あ、悪くないな。これもやっぱ安定のプリセットでスネアコンプ、イエー。悪くないね、これでいくか。ということはキックと同じルーティンでいってみようかな、いっぺん。いや、そんなやめて、一旦 FF いってみるかな。ちょっといろいろやってこんな感じで、どやさ。うん、まあいいかな。プラスアルファでもうちょっと、もうちょい、もうちょいやね。もうちょいなんか欲しいねんな。なんもんか。うん、じゃあまたゲートやな。ガツイと。さすがにこれぐらい残っといた方がいいよね。お、スネアゲートサイドチェインみたいなのあるやん。あ、いいね。いいね。プリセット優秀説。これでまた毎度のマークスパイクステントオン。じゃあマークスパイクの方にどうしようかな。普通のコン、まあでもキックと同じルーティンにするか。潰しまくれ。さらに潰したぞ。やりすぎた。この一応1176といえば、このレシオ全押しモードっていうのがありましてね、これがまあ結構アンビとかドラムのね、アンビマイクとかにこう使ったりとか、例えばこの間の福ちゃんの回の謎マイクとかにこれをぶち込むと結構ラウドでロックな音が出たりするんですよね。でもまあトゥーマッチやね。これもトゥーマッチやな。まだトゥーマッチな気がする。まあ、こんなもんか。よし、じゃあなんとなく EQ かけよう。ああ、キックの持ってきたらこんなになってるわ。当たり前か。一回戻します。ちょっと適当にこの辺なり、スネアのアタックポイントはね、いろいろ皆さん
ご存知だと思うんで適当にやっちゃってくださいよ。こんなん、もうちょっとボトムしたかな。イエス、これで。なんか悪くない気がするな。キックとスネア。うん。いいんじゃね？もうちょっとボトムのトラックのフェーダーを下げてみようかな。いや、もうちょっとやな。ボトムのスナッピーの音って結構ね重要で、一旦こんなもんかな。もう全体像分からへんから、もう何か分からへんわとか言いながら、ありがとうございます。はい、というわけでスネアまで終わりましたけども、お疲れ様です。いやスネアはボトムとトップの裏面と表面と、はい、そのオブジュアリーチャンネルもボトムとトップ、計4チャンネルあるってことですか？そうなりますね。でそれにそれぞれのコンプ EQ ゲートを違うパターンでかけてるとですね。そのオーディオトラックがそのトップとボトムが ありまして、そこに対して、バストラックを2個作ってまして、同じ音でダブリングとは違うけども、そうですね、まあサンシャインダムの時にも説明してたんですけど、はいはい、あの例えばコンプビッシャーかけて、あのパーセンテージ、ミックスパーセンテージみたいなのが最近あの、はい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 、プラグインでよくあるんですけど、まあ、それと似たようなことをバストラックでやってるっていう。なるほど、プラグインかかったやつと生音とのバランスを。そうですね。でそれに今回は個別でそれぞれまたかけてると。そうですね、ちょっと音のキャラを一遍変えてみたらどうかなみたいな。まあもしかしたら、ね、最終的に外す可能性あるんですけどね何にも分かってないんでまだ。なるほどね、はい、探り探りも、まあ、確かにそうですね、全体像見ながらですもんね、はい、本当そうなんです。全体像から始めた方が良かったかもしれないですね毎回言うてますというわけで次回はじゃあ、ね、タムとかもやるんですか？まだなのか、まあ進み具合によってね、金物をまず行くのかカム行くのか、はい、やっぱりこのやり方じゃ伝えにくいので全体やりますでも良いかと思いますなるほど、まあなんかあのこの動画をご覧の皆さん、なんかコメントいただければそれに準じてなんか面白い感じでやらせていただきますんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあメッセージした段階でも取り終わってるかもしれないけどまあそういうことですよねだって一緒ですもんね服はい、ありがとうございました。